玉島湖は、岡山県倉敷市玉島の港である。古くは、あがき港、や出港、亀の博とも呼ばれた。江戸時代に、本格的に造成され、当時の高橋川、流域、備中国内一円の物資の集散地として、また備中松山藩の藩港として、あるいは、西国航路の拠点として、大いに栄えた。現在は、漁船や、 プレジャーボート等の小型船舶の経流などが主な機能となっている。備中松山藩が内陸の松山に藩庁を構えていたため、沿岸部に外交を必要とした。最初に当時は当初であった、音島の北岸の矢で地区にある港を外交とし、周辺に港町が生まれた。その後1659から1671年にかけて、 松山藩の主導で長尾村沖から、落島、阿弥陀島まで至る広大な玉島神殿が完成。続いてその西側に阿賀崎神殿が完成し、さらに海を隔てて近接する玉島西南部と阿賀崎、東南部をつなぐ新町堤防が築かれた。矢での港からこの堤防上を中心に、港が拡大整備されし、さらに堤防を中心とした区域に、屋敷割ができ、 トニア街が形成された。この町は、新町と呼ばれた。玉島港と呼ばれ、松山藩の藩港となり、ここから、玉島港が商港として発展することとなった。西松山側から、玉島港まで高瀬同士と呼ばれる運河が造成され、松山藩の藩町がある、松山城下町とつながった。陸路では、微袋から玉島往来と呼ばれる街道で、つながっていた。 北前船や高瀬船が多数発着し、前世紀には、室は東に、赤間は西に、玉島港は真ん中にと歌われるほど、瀬戸内海屈指の港として繁栄した。当時の、主な、積み出し品は、備中国内一円で作られていた備中面と、その加工製品で、港周辺には加工業者総屋もでき、 それは1768年には、あがさ村19件、玉島村5件を数えた。また、移入品には、北海産の星か、日清カスが、圧倒的、多かった。18世紀末頃になると、土砂の堆積により項が浅くなり、また栗わ取引での不正などが、相次ぎ、入港船は減少した。最盛期には43件を数えたとみやも、 1829年には13件と、大幅に減少している。1881年の書物、西南諸行報告書では、玉島港が繁栄し、積み出しの大半は栗綿、鉄、移入は、二神作化す、羽二神出ると記している。江戸時代から明治前期まで長らく、玉島港とその港町は、玉島村とあ崎村に分かれていたが、 1897年5月26日に、両村が合併しして、玉島町となり、港がようやく同じ地区となった。明治以降になると、帰船の時代となり、玉島港は衰退していき地方の小港となった。水島コンビナーアートが造成、発展すると、玉島港は、重要港湾である、水島港に編集され、同港玉島港区となり、現在に至っている。 現在は、漁船や、プレジャーボート等の小型船舶などが係留されている。玉島港の発展とともに、周囲の港町も発展し、問屋街が形成された。現在の玉島1から3丁目、玉島中央町、玉島あ崎一1から5丁目あたりが、かつての港町であり、その当時を忍ばせる町並みが、今も残っており、岡山県指定町並み保存地域となっている。 ありがとうございます。